はい、皆さんこんにちは、203です。今日の企画はですね、できる限り安く、シマノの、電動シフトですね、 DI2 に換装する企画ですね。実際このやり方でやると、まあおそらく3万円前後で、今使っているロードバイクのコンポを DI2 化することができます。でもちろんできるだけ安くっていうことなんで、まあ例えば部品を新品の定価で買うみたいなことはしてません。基本的にはまあ安く買える手段としては、程度のいい中古をまあメルカリとかヤフオクとかで買うっていうのを前提にしています。ヤフオクとかの、最近の落札価格っていうのがまあ見れるようになってるんで、そちらを参考にしたところで、まあ今の中古相場っていう形で出してますんで、極端にこの安く落札したっていうわけではないですね。はい。まあ実際どうやって DI2 化を安くしていくかっていうのは2つの面があって、まあ1つはその、まあ、中古で買うっていうのが1つなんですけども、 DI2 のシステムのパーツ点数をできるだけ減らすっていう、そちらの方が安くなる主な理由になるかもしれません。では説明していきたいと思います。今映ってるのがその DI2 のパーツの全てになります。一つずつちょっと部品を説明していきますけども、まずはバッテリーですね。このバッテリーは最新のシンクロシフトに対応したものじゃなくて1個前の、もので十分です。11速化したアルテグラの時からの、バッテリーですね。 DI2 でいうと6870シリーズの時から出てるバッテリーになります。型番でいうとですね、BTR2 ですね、 SM-BTR2 っていうバッテリーが、まあ、型落ちなんで今多分ヤフオクとかメルカリとかで5000円以下で買えると思います。ちょっと時期によって変わりますけども、まあすごく安く買えるとする時は、まあ、2000円ぐらいで買えることもできるんですけど、大体まあ5000円前後、まあ、4000円から5000円ぐらいで買えると思います。で次に、ジャンクション A ですね。こちらが、これもまあメルカリとかヤフオクとかで新品がこちらは5000円弱で買えると思います。こちらのボタンで操作するシフトスイッチですね。こちら DI2 ケーブルが付いたものになってるんですけども、こちらが、あることによって、STI レバーがなしにここだけで、シフトチェンジができるんで、まあDI2 のシフトSDI レバー買うとすると結構高いんで、それが省けるってことで、ここで大幅なコストダウンができると思います。なかなか出品が少ないんですけど、出てればまあ5000円から6000円ぐらいで落札できると思います。で、あとは、1個前のアルテグラの6870の、リアディレイラーですね。これがまあこれも型落ちっていうことで、ヤフオクとかで買って、まあ大体1万円前後ですね。1万円前後で買えると思います。で、こちらは Amazon で新品を買ったんですけど、DI2 ケーブル2本ですね。140cm、まあ、1400mm の一番長いケーブルを2本だけ買ってます。この DI2 ケーブルも2本だけっていうのが安く済ませてるポイントであって、実際普通に組む時のフロントディレイラーとか STI レバーを使った標準的な DI2 のシステムだと、DI2 ケーブルって実は6本必要になるんですよね。で、6本どうやってつなげるかっていうとですね、ちょっとここに部品がないんですけど、このぐらいのサイズのジャンクション B っていうものがありまして、そちらが4本つながるようになってるので、それがハブという形で、そこにまず4本つなげます。その4本っていうのは、バッテリーをつなぐケーブル、リアディレイラーをつなぐケーブル、まあここにはないんですけど、フロントディレイラーをつなぐケーブル、そしてジャンクション A につなぐケーブルのこの4本がまずジャンクション B につながります。で、このジャンクション A に、さらにこのつながるのが、STI レバー、左右の STI レバーにつながるケーブルが2本あるんで、合わせると合計で6本の DI2 ケーブルが必要になるんですけども、DI2 ケーブルって、まあ、Amazon とかで新品で買うと大体1本2500円前後するんですよね。なんで6本っていうと、もうそれだけで1万5000円ですよね。1万5000円必要なんですけども、でプラス、まあ、ジャンクション B っていうものが3000円ぐらいであるんですけど、1万8000円はどうしてもかかってしまうんですけども、それをジャンクション B はなしにして DI2 ケーブルも2本だけにするっていうことができるんで、それだけで1万3000円のコストカットができます。これだけの部品をつなげて動かせるかどうかは、ちょっと実際ここで組み立ててみたいと思います。はい、
とじゃあ、これがディアイズケーブル1本目ですね。で、こちら2本目ですね。これがまあ 1400mm、140cm ですね。一番長いのが2つ用意しました。で、つなげて、実際にじゃあつなげていくんですけども、まずはじゃあジャンクション A にですね、まずはこの変速スイッチですね。こちらをまずつなげます。はい、つなげました。で、140cm のディアイズケーブルを1本目つなぎます。はい、でもう1本のディアイズケーブルをジャンクション A につなげます。はい、カチッというまで差し込みます。で、1本目のディアイズケーブルの端を、リアディレイラーに差し込みます。はい、カチッというまで差し込みます。で、もう一本のケーブルを、バッテリーに差し込みます。はい、で、今ここが光ってるんですけども、ジャンクション A に電源が入りました。バッテリーをつないだことによって、で、ここがつくっていうことはもう認識してるっていうことですね。じゃあ実際にこちらの、ボタンですね、このボタンでリアディレイラーが動くかどうかですね。はい、こういう形でリアディレイラーが動くようになりました。で、これでまあ最小限この部品4点と DI2 ケーブル2つだけでフロントシングルで電動シフトとしてロードバイクを組むことができます。あとはこれを実際のフレームに組み付けていくことになるんですけど、そちらは、次の動画でご覧ください。で、これでどんだけまあ安くできたかっていうと、まあ STI レバー分がまず安くできてますね。これが中古相場で言うとまあ1万5000円前後ですね。で、ジャンクション B、まあなかなか中古でこれ出回ってないんで新品で買うことになると思うんですけども、Amazon で3000円ぐらいでジャンクション B が買えます。あとはフロントディレイラーですね。フロントディレイラーもまあ、中古相場でいうとまあ1万円前後ですね。STI レバー1万5000円、フロントディレイラー1万円、ジャンクション B3000 円、DI2 ケーブル4本で1万円ということで、まあ、全部を安く中古で揃えた場合に比べても3万8000円はさらに安く DI2 化することができるということになってます。では実際に、フレームに組み付けていきたいと思います。はい、まず、DI2 ケーブルを差し込んでいきます。まずディアディレイラー用のやつを差し込んでいきます。はい、さらにこれをダウンチューブを通してヘッド側の方に通していきます。はい、でヘッドチューブのところから今こういう形でディアイズケーブル出てきましたんで、これをさらにトップチューブの穴から出すように、手でちょっと通します。ディアイズケーブルここまで出てきたんですけど、これをここから出すようにちょっと通していきます。はい、こういう形で出てきました。これで1本目のディアイズケーブルは通しました。はい、ではもう1本の、ディアイズケーブルを通していくんですけど、これはバッテリー、シートポストの中に入るバッテリーからシートチューブを通って、でヘッドチューブの方に通す形になります。じゃあまずシートポストを抜いて、でここから入れていきます。まずは BB 下まで通していきます。通しにくい場合はこの細いケーブルライナーを DI2 の先端にこう刺します。端子のところとケーブルライナーのあれがちょうどぴったり細いやつとくっつきますんで、これでくっつきます。なんでこれでケーブルライナーの方が、
通しやすいんで、まずこちらを通して BB 下まで入れていきます。BB 下の穴からシットポストに向けて通した方が通しやすいのが分かったんで、こちらからこう入れていきます。そうすると簡単にこう出てきましたので、はい、こういう形ですね。これで DI2 ケーブルが出てきました。こちらはバッテリーと接続します。で、こういう形でもう片方を今度はこっちですね、ダウンチューブ通してヘッド側に通していきます。これも、ケーブルライナーを付けた方がやりやすいんで、ヘッドチューブに向けて通していきます。これで DI2 ケーブル出てきました。こういう形で1本はバッテリー、そしてもう1本はリアディレイラー側の方ですね。で、ここでリアディレイラーに接続します。この2本の DI2 ケーブルだけで、実は動かすことができます。はい、こちらフレームから出てきた DI2 ケーブル2本をジャンクション A につなげます。パチッというまで差し込みます。これでジャンクション A に2本の DI2 ケーブルがつながりました。スイッチですね、こちらスイッチを、はい、これもカチッと音がするまで差し込みます。ジャンクション A をステムに取り付けるパーツがありますので、それを使ってジャンクション A を取り付けていきます。はい、こういう形でステムにつきました。あとはこちらのボタンですね、これを、まあ、ハンドルにこうつける形ですね。ここは結束バンドで2本で、ハンドルにつければ OK です。ボタンの方は結束バンドで、ハンドルにつけるんで、結束バンドをちょっと差し込んでいきます。こんな感じですね。で、結束バンドで締めて固定していきます。今ハンドルの左側につけてるんですけども、実際はハンドルの右側につけた方が多分操作しやすいと思います。これ一応仮というか画面上分かりやすくこちらにつけてます。こういう感じですね。はい、次はリアディレイラーを取り付けていきます。もちろん DI2 のリアディレイラーになります。はい、一応仮止めです。動作確認なんで、このマスキングテープは取り外します。で、こちらですね、こちらの穴にこの DI2 ケーブルを差し込んでいきます。で、この、DI2 ケーブル差し込む器具がありますので、これを使うと簡単に差し込めます。カチッとするまで、こちらのボタンを押すことで変速ができます。フロント寝具ということでしたら、これで DI2 化が完成です。